猛虎かと。この像、伊蔵が彫ったものだな。猛虎は父を殺すだけでは足りず、その傑作を汚しました。お主は息子か。あやつの新作は二度と見られぬのだな。この像は元に戻せます。そのためには道具がいるのですが、猛虎に乗っ取られた家にあるのです。俺が取ってこよう。伊蔵の無念を晴らしてやらねばな。ありがとうございます。道なりに進めば我が家があります。もし猛虎がいたら。分かっており。ここが伊蔵の家か。一番手は誰だ。やがて一人は手に来誰が道具を使っておる。もしや伊蔵殿、生きておったか。誰だ、何しに来た。伊蔵殿、無事であったのか。猛虎に殺されたと聞いたが。息子からか。お連れしよう。いいえ、わしが生かされてるのは猛虎の武将に腕を認められたからだ。お主の掘った像はいたずらに破壊されておるぞ。わしの作品を不備来に献じたいと言われてな。断れるものか。荷をまとめついてこい。どの像が壊されてしまった。道沿いの菩薩像だ。あれは息子が生まれた時に掘ったもの。つまらん不出来の像だ。そうだろうか。いおりはできた息子だが、芸を見る目は養ってやれんかった。フビライハーンのために像を掘ることがお主の家族よりも大切なのか。家族も国もいつか消える。だが観音像のしなやかな指先や金剛像の恐ろしく堂々たる立ち姿は永代の子。どちらも守ればよかろう。侍が二人の主人に仕えるか。織物師も同じこと。待っておるのは不幸だぞ。この世は不幸よ。息子は可愛いが、わしは芸に使えねば。こっちだ。
遅れろ。音を立てるな。だが息子は静かに。ひどい。お主の像を守ったのだ。息子の命と比べたらこんな像など。息子を思うなら父として像を修繕してやれ。すまんな、より。先に行っておれ。